はい、皆さんこんにちは。坂キャスでございます。1時を回りました。12月は19日、ですね、千代田区7度、この部屋は21度ですね。さっきまで暖房を入れてました。ビール飲料を美味しくいただきましてですね、この間こう結局異次元金融緩和継続というニュースが流れてきて、ああしょうもなと思いましたけど。で、日経平均はどうなってるかと言いますとですね、プラス312。しょうもない話ですね、ほんまに。本当にあの上田のおっさんというのは根性なしですね。日経平均急激に上がっております。310円で、ドル円はですね、円安に触れてまして143。ああしょうもなっていう感じですね。ですね、その他もですね、そう、まあですね、ビットコインは高いで、ドルウォンでございまして、まあ小忙しいですね。1304というところをうにゃうにゃしてます。まあしかし、なんと言いますか、こう日本には根性のある男はいなくなりましたね、ほんまに。その根性のないですね、根性がないっていうか、まあ骨のない男たちの日本の正解でございまして、ザクザク今日の11時43分と言いますから、今からですね1時間半ほど前に出た記事ですね。安倍派と二階派に強制捜査、自民党派閥パーケン疑惑、重大局面、主流派以外を狙い撃ち、仁義なき党内抗争勃発かっていう。長すぎるんやけど、もうちょっと短くしてもええんちゃうのと。ちょっと読みますね。自民党派閥の政治資金パーティー権疑惑が重大局面を迎えた。東京地検特捜部は安倍派と二階派について政治資金規正法違反、不記載、虚偽記載の疑いで強制捜査に乗り出した。安倍二階両派ではパーティー収入の一部を収支報告書に記載しない裏金的運用が組織的に行われていた疑いがあるということあるという。ただ一連の疑惑を指摘した刑事告発は自民党5派閥が対象のため、岸田文雄首相に近い主流派以外を狙い撃ちするような捜査は仁義なき、党内抗争を招きかねないとの指摘もある。岸田首相は再発防止策や派閥のあり方を議論する新たな枠組みを立ち上げる意向を明らかにした。政治への信頼を回復するようにはないです。まあね、以下続きますよね。あのね、岸田さんってね、先日岸田派のボスを降りるって言うたんですね。それはこの問題ができた直後なんですよ。で今回ね、安倍派狙い撃ちなんですね。で岸さん、ここぞとばかりにこう松野博一官房長官とかですね、西村康稔経産省とかを全部切ったんですね。でまるで安倍派だけ悪いみたいなですね、印象を世間に与えているんですよ。で自分は派閥から離れて関係ないもんみたいな顔してるわけですね。で検察は検察でですね、ここぞと安倍派潰そうとしてるわけですね。4、5年前のですね、あの 黒田でしたっけ、黒川でしたっけ、あの、検事総長にしようとしたですね、人事介入事件を根に持ってると。言うてもあれは安倍さんが生きてる、総理大臣やってる時の話でしょ。今更何やってんやと僕らは思いますけどね。まあそれに便乗してるのが今の岸さんではないかと思うんですけども、で安倍派、いわゆる安倍清和会ですね、清和政策研究会はですね、かなり岸さんを恨んでるというか、なんやねんあいつというふうな、こう息巻いてるような感じがありますね。自分たちたちが今下手したらですね、逮捕されるかもしれないようですね。少なくとも自分のですね、事務所の事務長が逮捕される可能性が出てきてるわけですね。で何度も言いますけど、しょうもない事件ですよ。むっちゃしょうもない事件ですよ。
自分らで集めたパーティー券の収入をですね、要は僕らの世界で言えばね、要は売り上げに計上しなかったんですよ簡単に言えば売り上げを隠したわけですね。まあ要はの話ですよ。で、バレへんやろと思ってたんがバレたわけですね。で、まあ、言うてみりゃせこい事件ですね。で5年間で5億円とか言われてるんですけど、な1年1億でしょ。で入って安倍清和会って99人いるわけでしょ。だから1人でようもろて 2,3 千万でしょ年に。政治家の年に 2,3 千万の裏金ってそんな大した事件なんですかと私は言いたいですね。これ何度も言ってますけども。で安倍派に絞られてるんですよ。で申し訳程度に今日は二階派も一緒にし捜査されてるんですけど、両方ともですね、岸田政権のですね、どう言いますかね、こう安倍派は知らないから入れてるっていう感じで、二階派はですね非主流派なんですね。なんとなくですね、岸ちゃんがですね自分たちだけは無傷に終わろうとしてるように見えてしゃあないわけでして、しょうもない事件ですよ。でこれ国民に対してアピールできないでしょ。ものすごい悪いことしてるわけではないですよ悪いことしてるようには少なくとも見えないですよね。一生懸命集めたお金をポッポないないして記載せえへんかったというだけの話であって、まあ言うてみりゃせこいせこいせこい事件であって、でこれでキッシャンはですねノーノーとですね生き残ろうとしてるわけでして、安倍派の相当な恨みを買いますよね。で安倍派が外貨とかって言われてるんですけど、いや私は瓦解しないと思うんですよね。この怨念で固まると思うんですよ怨念で固まってですね、岸田ってなるわけですよね。だって今政権にね、岸田、いや安倍派いないんですよ。政務官まで全部下ろされたんでしょそしたら自民党の中で一番の数なんですよ。99人国会議員がいるわけですよ。その99人がですね、ああ岸田ってなるわけですよ。もうなったらですね、もう来年9月の、ね、自民党総裁選挙で岸さんが再選できないのはこれでほぼ確実になりました。確実です。で問題はですね、来年9月まで持つかという話なんですよ。今回ね、これだけ強制捜査とか受けてね、ガサリ食ってるわけでしょ。ふざけんなって話になりますよね。岸田さんの派閥もやってることなんですよ。額は小さいかもわかりませんけどね。額は小さいかもわかりませんけど、やってることであってですね、今回安倍派の人々はですね、俺らがやられたっていう、こう、意識あるわけですよ。そのね、人間の恨みというものをですね、そうそう軽く見るべきではないなと私は思いますよ。だから岸ちゃんやられますよ。どうでしょうね、来年、そうそう何かですねこうきっかけがあればですね、安倍派はこぞってですね、岸田派、反岸田に回ると思いますね。結局それが岸田内閣のですね命脈をですね突きさせるんではないかなという気がします。記者今回はですね、とうとうですね、間違いを犯してるんちゃうかなと。記者と検察がどの程度ですね、こう、なんていうか、つながってるのかと分かりませんけどね。ただ、自民党のおっさん方ってのは、情報収集に長けてる人もいっぱいいますからね。だからそのあたりでですね、記者とうとう大きく混ぜってるんちゃうかなという気はします。ですんで岸田内閣来年9月まで持たないんちゃうかなと。つまり最大のですね、安倍派がですね岸田内閣に対してですね距離を取れば、あるいは反旗を翻せばですね、あんなしょうもない内閣一発でぶってますよ。ただしですね、次が誰になるかというのはですね混沌としています。言いませんからね、この人がっていうのは。ちょっとだから来年は波乱、日本の政界は波乱ですね。
で、東アジア情勢も波乱含みでして、うわおもろっていう感じですね。私もまあウォッチングするのが楽しいなという感じがします。一応今読みかけましたザクザクのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。